大きくなれクリスティアーナ、あ、入ったよ、大きくなるよ。どっかで聞いたな、まよちゃんの声。新苗を植えたいと思います。さて皆さん、新苗を植えたいと思います。今回ね、選んでくださってるのはクリスティアーナです。クリスティアーナっていい名前ですよね。なんか本当に美しい名前ですし、結構ね、これがね、うどんこ病と黒星病にも強いで、レモンを連想させるクラシックローズの香りだというふうに書かれていますが、この子がちゃんと立派に育ってくれるようにこちらの鉢に植えたいと思います。まずこちら土を入れていきます。これこっちで、私全てはしつかみになってしまうけど入れますね。で、こういう鉢の選び方も、この子が今小さかったとしてもちゃんとこれから苗が自由に広がるように考えて、ちょっと大きめにちゃんと選んであげてください。ちょっと深めの大きめの鉢に植えます。結構ね、最初鉢植えをするときにみんなあんまり大きくない方がいいのかなとかって思うじゃないですか。でも根っこがやっぱり伸びていくの で狭苦しいとやっぱり成長できないし、ストレスを与えちゃうんですよ。重要なのはやっぱりこういう新苗の時って、特に根っこにも、そしてこの子自身にもやっぱりストレスを与えないこと、それを考えていきます。このプランターの半分ぐらい一回土を入れましたら、続いてこちらの肥料を混ぜていきたいと思いますが、名付けて元肥マグアンプエコでございます。こういう元肥って皆さんもともとどこから来ていたかご存知ですか？今までは海外から磷鉱石、いわゆる資源として日本が輸入していました。でもそれやっぱ続けることが、今ってやっぱり為替だったりとかいろいろとね、石油だったりとか、やっぱりその輸入してくることってとても難しくなってきたんですよね。それでやっぱり値上げしてしまったりとか、結局資源ではあるけれども、それはじゃあ果たしてずっと資源を外国から輸入し続けることっていいのだろうかと、そこで生まれたのがこちら、生活排水などから回収した再生リン酸を一部使用しているんです。その国内の生活排水から今までだったら捨てられていたリンを生成して抽出したものをまさにここに詰め込んでいます。ですから、いわゆる捨てるんじゃなくて、それを元肥として国内の中で作っているわけなので、より手軽に、だけど地球にも優しく、外に頼ることなく皆さんの手元にエコな元肥が届くわけです。なかなかこれってあったようでない。ですから私自身も何度説明しても最初分かってるようで、そっか、こんなに身近にそういうものが国内でも取れたんだっていうのを衝撃受けました。ぜひ皆さんもより地球に優しく、そして、はい、グリーンを作っていくために元肥からまず始めてみてはいかがでしょうか。マグアンプエコ、ぜひチェックしてみてください。ではこのエコでできた国内産、だいたいこちらの場合は 20g なので、およそこのぐらいとなります。こちらで混ぜていきます。で、混ぜましたらそれに再度ちょっと土をもう一回かぶせて、これにここからこの苗を上に乗せるので OK。今支え棒あると思うんですけど、このまんまで、苗っていうのこの部分の根っこって、結構子どもの時って学校で植えてた時みんな崩しにかかってたじゃないですか。案外それって、それが良かれと思ってたんですけど、そうじゃなくて、バラって特にやっぱ繊細ですから、こういう根っこのところをあえて崩す必要はあります。やっぱここをちぎったりとか途切れたりするとストレスになっちゃうので、このまんま今度こちらを置いてあげます。で、この支え棒ってまだこの子自体がもう赤ちゃんな状態なので、このテープもそうですが、無理に剥がす必要はまだないです。ちゃんと整ってから
にしてあげたいので、これをここら辺のこのテープもこの棒も外さずにいきたいと思います。で、この周りに土を伏せていきます。バラって株元って本当に大切で、結構これを今信頼でちゃんと株元をカバーしてあげてるんですけど、もし皆さんが持っている苗とかでも、このね、普通に水あげとかどんどんしていくと株元の土って多分どんどん減っていくんですよ。で、そうなるとまたこういうところが裸になってきてしまうので、定期的にちゃんと土っていうのは上からかぶせてあげることってとても重要なので、この株元のところで根っこが出てきていたらちゃんと土で守ってカバーしてあげてください。やっぱり根っこの部分っていうのは、人で言うと命にあたる血管みたいなものなので、そこが傷つかないようにちゃんと考えてあげてくださいね。よし、こうしていきましたら、さあ続いて、今元肥エコだって紹介しましたよね。これ新苗を植えた後何が大切か、皆さん以前私このリキダスご紹介したの覚えていますか。こちら活力液です。やっぱりね、これ今場所が引っ越して、もう引っ越しただけでも人間ってただですらストレスあるじゃないですか。引っ越し終わった後みんなで美味しいご飯食べません？よくそういう意味でも、この苗にもこれから頑張ってねって大きく育つんだよという意味では、この活力液っていうのはすごく重要です。でリキダスはすっごいおすすめです。本当にこれはいいです。で、こんなにいいのに、なんとやっぱ今の時代ハイポさん考えてるなと思ったのがエコバッグ。より地球に優しくエコバッグが出ました。嬉しいですよね。こういうの重要ですよ。やっぱりね、プラスチックはなるべく少なくしていかなければいけない。この気候変動でバラたちも苦しんでます。雨がすごい降ったりとか、雨が全然降らなかったりとか、やっぱり天気は人間だけが苦しいじゃなくて植物も苦しんでいます。そのためにはなるべく気候変動を抑えていかなければいけない。だからこそエコ、なるべく地球に優しいものを使っていくという意味では、ハイポネックさんは先駆けでございます。こちらリキダス、いい商品でございますが、こちらもぜひ皆さんエコバッグチェックしてくださいね。こちらが最初に買ったら、終わったらエコバッグを買って詰め替えをしてください。さあ、このリキダス薄めていきます。で、大体説明が書いてあります。こちらバラなど植え付け時にはですね、1000倍に薄めると。で、水が5リットルの場合は、大体こちらは4分の1杯でございます。では薄めます。じょうろご用意いたしました。じょうろ、どう、じょうろでなんかダジャレ作れないかな。じょうろで入れてみ、じょうろ言えなかった。先生、こちらじゃあリキダス入れさせてきます。よいしょ、入れます。薄めてくださいね。こちらで薄めて混ぜさせてきます。ビビディバビディブ。さあ、薄めましたらこちらを大きくなれクリスティアーナ。あ、入ったよ、大きくなるよ。どっかで聞いたな、マヨちゃんの声。こちらで OK でございます。緑を増やすことで自分自身もハッピーだけど、町の地域の人たちにとってもそれがお裾分けできる。で、その豊かな緑を作っていく中で、先ほどのね、再生リン酸を使ったものだったりとか、今回のね、このエコパックを使用していくなど、やっぱり使うものもなるべく地球に優しいものを使っていきたい。そう思うと、これからの時代はまさに地球に優しいことを地球に優しいものでしていくというのが、今まさにそれがトレンドだと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、じゃじゃーん。そう、私の夢はね、いつかこのバラをくれたイラクで出会った難民キャンプの子供たちにリアルなバラを見てほしいなって届けたいなと思います。
そんな地球全体がハッピーで平和になれる世界を目指して、これから先もこのサヘルと、そして地域の人たちに愛されているこのローズガーデンで、愛を届けていきたいなと思っています。あなたも素敵な一日を過ごしてくださいね。ビビリバビリブー。